こんにちは、にがめ岐阜の化石ハンターまゆみんです。本日も岐阜県瑞浪市の瑞浪市化石博物館野外学習地の方にやってきました。でこの前ちょっとアンモナイトを福井まで取りに行って、その次の週なんですけど、やっぱり瑞浪に戻ってくると安心感がありますね。今日は瑞浪市化石博物館で毎月開催されている良い子の化石教室の日だったみたいで、さっきまでこちらで、可愛い小学生のお友達がね、いっぱい化石を取ってたんですけど、入れ違いに今度は私が2時間こちらで採集をやっていきます。でいつもはこちらのエリア、よく撮ってるエリアがこの後ろのエリアなんですけど、こっちで撮ってたんですけど、今日はですね、こっちの普段行かないところで採取をしてみようかなって思います。でノジュールとかちょっとした化石はね、こっちの方が多かったりするんですけど、こっちは化石の数は表層にあまり出てきてないけど、それでもたまにすごい大きいのがね、取れることがあるということで、運がいいと大きい化石が表面に浮いてきたりとかしてるみたいなんですよね。なので何が取れるか分かんないんですけど、大きい常陸オビ貝とか大きい水波ホタテとか、あとフジタバイなんかもね、見つかる可能性が高いとのことなので、何かあったらいいなということで、はい、ちょっとあちらのエリアに今日は行ってみたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。この堤防に沿って歩いて、こっちの方向に赤い橋に向かって歩いていきます。メジロの前歯、うん、わあ。高根ちょうだい。これでできたんだよね。確認した方がいい。うん、ちょっと確認しよう。だから拡大した方がいいかな。歯だけ手に乗せる。全長7ミリぐらい。じゃあ今回かなりちっちゃいので、一発アロンアルファで決めます。よし、試しにね、ちょっと一回出す。この向きで合ってるよね。これだよね。これいいよね。合ってる？これだよ。できたんだけど、化石にアロンアルファ初めて使った。はい、では化石博物館おすすめの化石教室用のこちらパラロイドを塗って最後仕上げます。でこれを塗るとこの歯の表面がテカテカになっていい感じに仕上がるらしいです。ただパラロイドはこれお好みがあるので、塗らない方もいるみたいですが、今回先生が勧めてくださったので、ちょっと初めて使うんですけど塗ってみます。じゃあパラロイド塗ってきます。塗る前がこんな感じ。これでもね、一応風化はしているんだけど、まあ
光沢が なくはない。よし、じゃあ初、人生初パラロイド。自分これ何回くらい塗ればいいんだろう。おお、すごいピカピカになった。エナメロイドが復活した。復活した。ほんとに先端の先端自分で出したわけじゃないけど勝手に仕上げちゃった。サメの歯をこんな近くで見たの初めて。サメの歯も深いですよ。でも奥が深いってやり始めるとね、ないかな。ハマる人もいっぱいあるよ。わあ、一生かかっちゃう。人によっては細かい砂もかな、1ミリぐらいの砂だね。はい、家に帰ってきたので接着剤がちょっとはみ出てたところを修正して綺麗にしてみました。はい、こんな感じになりましたがどうでしょうか。サメの歯化石の状態としては風化しちゃってイマイチな状態になると思うんですけど、風化するとこうなるよっていうのが分かってとても勉強になりますね。まず歯根の方がボロボロになって風化してなくなるんだけど、それでもエナメル質の歯はちゃんと残ってるっていうのが、うん、なんか感慨深いというか、改めてサメの歯ってすごいなと思いました。はい、ご視聴ありがとうございました、まさかの代表が出したサメの歯を水波化石教室でクリーニングをさせていただくというまさかのオチだったんですけども、はい、あのマユミン畜生会ということで、はい、これをバネに化石ハンターとしてさらなる、ね、発見をできるようにこれから頑張っていこうと思います。それでは最後にお知らせなんですけども、こちらの水波市化石博物館では毎月化石教室を開催しています。興味のある方はぜひ概要欄からお申し込みください。そしてなんと10月にこちらですね、化石検定を開催します。こちらまだまだ申し込み受け付けていますので、興味のある方や古生物が好きな方、化石が好きな方はぜひお申し込みください。でこちらの化石検定の情報の方も概要欄に載せておくので、興味のある方はぜひ申し込んでください。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。それではまたまた、バイバーイ。